さあ最終組残りは2人です。アメリカの17歳ステイシー・ペンジェン、ショート終わって第3位です。17歳アメリカ代表6位です。彼女も質の高いジャンプの持ち主ですので、それが決まると台が見えてきますよ。非常にこの大阪に入ってきている練習を見てましてもいいですよね。トリプルルッツからダブルトーループ、次のジャンプが転んでしまいましたが、フリーでは綺麗です。コンビネーションになりましたね。アクセルジャンプ、またコンビネーションジャンプを決めてきました。トリプルは3種類、ルッツ、フリップ、トーループの3種類のトリプルジャンプが入りました。もう一つトリプルルッツ、いかにルッツの確率がいいかってことですよね。そしてあの彼女のルッツはですね、女性ではインサイド踏み切りのルッツが多いんですが、きちっとアウトサイドで踏み切ってますよね。スパイラルで優雅さを見せてますね。トリプルトーループ。17歳アメリカのステイシー・ペンジェン、ショート終わって第3位ですが、いやしかしまとめてきましたね。あの私あのこの選手10月ぐらいにジュニアの国際大会で見たときはまだまだすごくミスが多くて、まだ調整不足かなと思って見てたんですが、はい、こうやって2月の4大陸選手権に久しぶりに見てよりジャンプが確実になったことと、やはりより表現力を磨いてこのシニアの大会に出てきたなと受けました。今シーズンはジュニアのグランプリ3位なんですね。はい、The marks for Stacy Pension.
ペンジェンの得点が出ます。技術点、5.5 が並びました。5人です。これは最後に飛んだルッツが効いてますね。まあ、実際の要素を見ますとね、伊藤さん、あのループがなかったり、はい、不足しているところがあるんですけどね。そうですね、 H 系のジャンプ、アクセルとかサルコジャンプが確実に入らなかったですからね。しかしいい点数が出ました。ペンジェンが2位、トップニコティノフ変わりません。日本オンダは4位です。